はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、年が変わってちょっと経ちましたんで、月足から順番に見ていこうと思います。今皆さんがご覧くださっているのが月足です。月足で問題なのはここですね、こちらとこちらのレジサプラインをまあ等に超えてしまったってことではないかなと思います。で、次に目指すレジサプラインはこちらですんで、切り板で見ると118円まではこのまま、一進一退を進めながらね、向かっていきそうだなっていうのが、この転換が起きてからの上昇トレンドでお分かりになるんじゃないかなと思います。仮にここを超えた場合、ここを超えた場合、今度は125円っていうのが見えてきますね。まあ120円に行くまでに何らかの市場介入があるんじゃないかなと思いますけどもね。このまま日本の輸入原料ですか、輸入物資が値上がりすると、とてもじゃないけども国内ではね、消化できないことになってしまって、円安が一気に進むと思われます。そのポイントが120円だと私は思いますね。125円までいくと、当然ここまでいくと他のね、強制的な要因がない限りは130円に向かうというなんか良くないシナリオに向かいますね。まあ、上昇トレンドで月足が見れた後、週足です。週足はエリオット波動を超えて、エリオット波動を超えてついに次の上昇波動に乗ってきました。ここからトランプさんからバイデンに変わって、一気に上昇トレンドがものすごい速度で進んできてるわけですよね。で、エリオット波動っていうのは、ここをこのように第4波第5波として、で、波動を抜くようにこちらが育ってきて、推進波からさらなる上昇波になったということですね。で、昨年の12月の相場では、これが緩やかに下がってるよというお話をしながら、それでも利益を取るポイントを見つけていったわけですけども、今回はここから一気に上昇してですね、ここも超えてしまったということになります。もう圧倒的な上昇トレンドです。だから年が明けてとりあえずバイでいいんだよって、とりあえず買っとけよってことを話したら、まあまんまとね、1円とか2円とか倍の方にすり替わってきたってことなんで、倍でエントリーした方は軒並み利益を取ったんじゃないかなっていうふうに考察するんですよね。じゃあこれからね、この値動きがどのように向かっていくのか、それを日足4時間1時間で見ていきます。これが日足なんですが、私としてはね、こちらの水準を超えるか超えないかっていうところを見ていた時期がありますけども、今はここすら超えてしまいましたね。この利益点すら、ここで反転もせずに上昇したわけなんで、ここがレジサポラインになっているってことになります。だから上の方に向かうわけですよ。これがだからこれから起きることです。で、細かく見ていくために4時間も見ていきます。ずっと上昇トレンドだったと思いますけども、ここでも上昇トレンドは終わってませんね。で、大きな利確がズバッと入ったんですけども、こっから徐々にまたね、買いの方向に向かおうとしてるでしょ？倍の方向に。ですんで、陽線が出てるわけなんですよ。これがどこまで育つか。このポイントを超えるまで育ってしまって、本当に超えてしまうと、もう118円ですよ。次に向かうわ。しかもそうなりそうですよね。今のところ、強制的な原因以外で、売りに変わる要素は何もないです。じゃあ最後1時間見ていきますよ。1時間いかがでしょうか。ここでね、もじゃもじゃっとしてるところがありますけども、それが今ここに当たります。まんまと落ちてきたのが跳ね返るポイントになってるでしょ。これ下から来るときはここで押さえつけられて下に行くのか、それともそれを跳ねのけて上に行くのかっていうふうな重要なレジサポラインだったわけですよ。つまりここで符号しているっていうのが、いつもの私の相場解説のポイントになってきてますよね。じゃあここからですね、新しいレジサポラインは一番高値のここです。ここに向かって今上昇して、陽線しか出てないところですけども、さらに私は倍で入っていきますね。倍で入って、倍で入って、このあたりでちょっとね、利確をして、抜けたらさらにまた倍で入っていきます。抜けなかったら別のことを考えていきます。セルにしてもここまで待って、このレジサポラインに跳ね返るのを待つかですよね。で、跳ね返っ
ってしまった場合は、今度はもう一回ここを抜けることを期待できます。跳ね返らなかった場合は下に沈みますんで、今度はこのポイントですね、いろいろと物議を醸し出したこのポイント、ここが V になってますけども、この V 字型の谷を作ったきっかけになっているこの2つのねポイントの横滑りとして、このレジサボバーがセルの値動きに関わってくるってことになりますね。本日は以上ですね。はい、じゃあ今年もしっかり頑張っていきましょう。ありがとうございました。